皆さん、セスさんと私の動画、質問コーナー、そして BO3 動画見ていただけましたでしょうか。どうも皆さん、こんにちは、キヨキヨです。このコメント欄に、キヨキヨ裏でスパーキー情報してって言ってる説。言ってはないけど、アイコンタクトで伝えました。伝えてもないけど。こんにちは、キヨキヨです。セスさんとの僕の対談動画っていうんですかね。僕がツイッターで視聴者さんの声を募集して、不満とか、全部募集して、セスさんに聞くっていうね、動画を作ったんですけど、ロサンゼルス行って作ったんですけど、今回はね、その質問コーナーみたいな動画の中で、セスさんが、私は一番愛してるデッキが、ゴブジャイプリンスって言ってたの。で、それね、結構印象的で、はい、こちら。ゴブジャイプリンスのデッキ、下方絶対されない説はい。どう思いますか、皆さん。どう思いますか、ゴブジャイプリンス。セッサが一番好きなデッキがゴブジャイプリンスって言ってたんですよ。まあまあ、ごめんなさい。ちなみに言うと、冗談で言ってますからね。真に受けないからね。まあ、冗談で言ってますけど、これ、ちょっとね、練習してもいいんじゃないかなということで、今日これでマルチ行きたいと思います。で、行くんですけど、ゴブジャイプリンスってね、なかなかクレイジーなのよ。なんかね、結構、エリクサー11でなんか呪文打つスキルもないし、なんで、ジャイサンスペってあるじゃないですか。ジャイサンスペンのオマージュで僕作ってみました。で、セッサンさ、もう、何も偏見なしで言っていいっすか？セッサンウィズ使いそうじゃん？いや、もう何も偏見なし、もう何も偏見。ということでね。まあ、あとはま、ディガーということで、ディガーが適切なのかわからん。ぶっちゃけ。空に弱そうだし、ライトニングめっちゃ弱い。んで、頑張ってきたと思います。いきます。ポチンさ、勝手にセスさんデッキですからね。勝手にセスデッキ。いきます。よろしくお願いします。ゴブジャイプリンス以外は知りません。はい。ゴブジャイプリンスは、ちなみに、その動画の中では、ゴブジャイプリンスの形が本当に止められないのよ。楽しいんだよっておっしゃってたんですよ。これって、これだってゴブジャイプリンスの形作んなくちゃ、僕はセッサーになりきることができないんで。なるほどね。これ、ノックバック？うわ、ノックバックゲーミングしちゃう！ゴブジャイスパーキーじゃなくて、ゴブジャイプリンス行きまーす行きまーす、テヘペロバイバイ、テヘペロバイバイ。さあ。そう。あ、痛い。頑張れ、お、待って、これはセッサーの気持ちになることができるんじゃないか。セッサーの気持ちに、これはなれない、これはなれないぞ。さあ、これなんかホグが、ホグ来そうじゃない？めっちゃホグ来そうじゃない？はい、来ないと。なるほどね。さあ、いい防衛を、謎のいい防衛を見せていくスタイル。ありがとうございます。どうやかな。ゴブジャイでしょ。だからなんか、ちょっと手札がなんか若干、なんか、アド取ってそうだしね。なんか若干。わかんないけど、アドとかよくわかんないけど。わかんないけど、なんかローリングウッド打っちゃっていい気はしてる、なんか。あ、ダメだ！かぶった！かぶりを申し上げた。相手5持ってるんで、ちょっとゴブジャイから展開していきましょう。はい。5持ってるんで、なんかウィザード出すとタワーに普通になんかガンガン打ってきそうな、なんか人じゃないですか。もう、ラムライディー！はぁーっつって。ラムライディー！はぁー！ホグマイウェイ！そう、これ諸説ありますからね。ラムライディーって言ってない説ありますから。ホグマイウェイって言ってる。はい、説ありますから。このプリン、ちょっと待って、これはチンパンオブチンパン、チンパンオブザ大賞受賞。チンパンオブザ大賞、いや、待って、やりゴムか、やりゴムか、あはは、いやー、いや、うまいね。いや、てか僕がチンパンすぎたら今のね。これ今のはチンパンですよ、私が。ただね、ごめんなさい、プリンス持ってるとなんかね、ゴブジェプリンスをやりたくなるわ、確かに。うん。いやー、絶対これ、出してくんな、ファルチェ。おっと、なんか謎のアドを見せていく。謎の、間に合うよね。あー、オッケー、あざす。いや、これ間に合わなかったら地獄だからな。なんかちょっと動きの遅い、やっぱり、ハンターとかがやっぱ大事っすね。僕やっぱスパーキー出してると、スパーキー使ってると、結構待って、ごめんなさい。そこの、マスケちゃん。うわ、マジか。ちょっと待って、まずい。お、究極マン、チンパンじゃん、マジ出し方って言われる、マジで。はい、よろしく。よろしく、ゲーミング所属。え？もう、ツークラシーや、この人。やべえ、この人投資家だ。この人投資家だ。なるほどね。でもその投資はちょっと失敗したんじゃないですか。謎の投資理論。いやー、これちょっと、いやー、待って、ワンチャンあるんだよな、なんか。ニュアンスだけ。ラムライディ来るよ。ラムライディ来るよ。ラムライディ、ポチン、お前止まれました、お前。いや、センキュー。めりましょう。あー、まずい、なんかラムライディ2周目とかマジやめてくださいね。
まあ、ギリセーフ、ギリセーフ。ちょ、まずくね？でもなんか若干まずい。若干まずい感じしてるよね。待って、それは聞いてない！お前、ホテル総監！お前、ダメだって！ダメだって、オッケー、ギリ大丈夫、ギリ大丈夫。あ、ダメだ、ダメじゃん！やめてください！ 1! 差し込む！差し込む！差し込む！差し込むです！私は！私は差し込むです！あ、ファイボ！いやでもさじこぶさんやばかったね。マジでさじこぶさんやばかった。あれは震えた。さじこぶさんもさ、すぐ話切り替えます。すぐ負けたことはなかったことにします。4本あのさじこぶさんやばかったのが確かまあ、1で勝ったわけよ。そん時ね、確かよ、さじこぶさんね、多分ね、勝った瞬間に頭抱えてたんですよ。うわーみたいな。多分さじこぶさんはもう分かってなかったんじゃだろうなと思った。なんか勝手な予想ですけどね。うん、めちゃめちゃ勝手にしてくださいね。勝手に予想してしまいましたけど。これなんか相性いいんじゃない？うん。プリンスある時点で。ただなんかこの、ガゴメリとかやだけど。あ、カツン入っていく。はいはいはい。なるほどね。あの、そういうカツン入っていくパターンの人ね、と。うん。アウチ！痛いわ。痛いわ。痛いわ、それは。それは痛いわ。俺のエリクサーないな。ちょ、待て。あの、ごめん。キヨキヨ下手になったなとか言われると思うんですよ。100言われるんですよ。下手です、これ。このね、俺マジスパーキーしか使えないことが判明したわ。本当に。もう俺、分かった。もうあのね、あの、もう言わないでほしい。分かってるから、なんかさ、その、運動神経悪い人に対してさ、お前、ほんと運動神経悪いよなってさ、言わないでほしい。あー、オーブ巻き込めるわけもなくね。うん、まあ、そうだよね。そうだよね。そうだよ。じゃあ行きますね。うん。ああ、わかった。俺範囲わかったわ。範囲わかったわ。これね、ロイジャイじゃなくて、ゴブジャイプリンスができてないからだね。うん。間違いないね。うん。さすがにね、さすがにもそりゃそうだよね。うん。ロイジャイプリンスできてなかったらそれは負けるよねっていうね。話。うわ、うち！なんか5めっちゃ流行ってない？うわ、ザップとかさ。はいはいはい。うわ、でもなんかこれ上からマリコされてる感じすげえやるな。だいたいまだミニペアでしょ。うわー、すげえなんか手玉に手に手の上ひらでこう踊らされてるみたいな。全然言えなかった。全然噛みまくりで言えなかった。ミニペア来るでしょ。ミニペアだな。ミニペアだな。ミニペアですよね。いや、もうそうなの分かってるんですよね。ミニペア出してくるでしょうね。うん、知ってんすよ私。ミニペア来るでしょと。俺もディガーで削るわと。そっちかーい！オッケーオッケー。来てます。ドゥン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 。来てます。ヒーラー！ヒーラーありがとう！いや待てよ、ちょっとまずいぞこれ。ああ、オッケー。いやもうね、早く削ってくれ。ねえ、2周目？それはいいセンスだ。いいセンスだ。待て。頑張って頑張って。ヒーラーお前強い強いてビーポー強いてクド強いてビーポー。いや、あえてエリクサーないぞ。あえてエリクサーねえぞ。いや俺スパーキー、ちょごめん、スパーキー入れてみていい？わかんないけど、わかんないけど、ああ美味しい美味しい、美味しくないけど、スパーキー入れていいっすか？なるほどね。ごめんごめんごめん。もう別はもう誰も悪くないわ。でまたさじこぶさんの話する？またさじこぶさんの話しようか。うん、分かった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 。もうみんなそういうんだけ言うなら分かったわ。ちょっと待ってね。一回待ってね。一回待ってね。ちょっと待ってね。ほんとに待ってね。いやもう俺決めるわ。もう試合決めるわ。じゃ、キヨキヨスパーキーマジうまいってこと見せたるわ。うん。僕ロサンゼルスで戦って結構負けたんですけど。だから、あ、そんなうまくねえんだなってちょっと反省したんですけど。いきますわこれで。ちょ、見といて。見といてください。ポン。謎の大阪弁ね。はい。大阪いないのに大阪弁喋るね。はい。大阪はですね、僕は、あ、でも結構行ったことありますよ。大阪、僕の、僕、たこ焼きマジ好きで、ふわふわしてるじゃん。中が。いや、違う。いや、ふわとろじゃん。とろが。結構とろとろしてるの大好きだよね。よろしく。うん。なるほどね、この程度ね。もう、あたかももう、これも知ってますよ感出してきますから、私も。はい。あー、なんも来ないけ、ビーポーね。はい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 。これ、セッサン泣いてるわ、これ。これ、セッサン泣いてるわ、これ、もう手玉回しレイジ。これ、絶対煽りじゃないですか、これ、マジで。手玉回しレイジね。うん、結構やられるんですよ、僕。はいはい、よろしく、はい、よろしく、よろしく。そう、煽られてんじゃねえかっていう、そういう話もあるよね。そう、だから、
ほら、強い、いいでしょ。いい。結構良かった。ただですよ、僕の手札に今、エリポンがあるということを考えると、そしてゴブジャがないということを考えると、かなり状況としては不利。うん、このスパーキーは何なら捨てるんじゃないかって、俺捨てます。やっぱ男にはやっぱ捨てが大事なんですよ。うん。打つよ。あ、美味しい。待って、美味しさの極み乙女。美味しさのおたみ。よし。コングラチュレーション。いきます。よろしく。はい、いきます。ゴブジャでしょ。ゴブジャプリンスでしょ。私が、セッサンの、これ捨てますか私が、捨てます。待って、これセッサンこれ来るぞ。セッサンにこれまた。これセッサン見てる、セッサン。見てる、セッサン。レイジかけちゃうよ、セッサン。セッサンじゃない、ごめんなさい。セッサン。セッサン見て、セッサン見て。セッサン見てる、マジで見てる。ほんとに。あははは、セッサン。はい。ハローセス。アイムキヨキヨ。やあ。ベリーグッドデッキ。ナイスフリーズ。ナイス、センキュー。いや、僕さ、それこそ英語をね、英語勉強した方がいいですよって言われたんですけど、その学問的な英語と英会話は全然違うから、マジで。本当に思いますよ。もう反省してますけど、私もね。うん。いや、ということで、面白いデッキ。これ普通に強いかもしれないね。うん。まあ、俺本当は、これもともとさ、なんかこういうね、デッキがね、2年前に流行ってたんですよ。で、これがジャイアントで、ここがダクプリっていうね。だから似てんのよ。うん。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。あー、そういえば、全然言うの忘れたんですけど、クリエイターブースト中です。うわぁ、おっせぇ、マジ言うの。言うの、おっせぇ、マジ。はい、こちら、なんか、1週間で切れちゃうらしいんで、ここで気を、もし、応援してくださる方いたら、入力お願いします。ありがとうございます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、こちらをポチ。最近45万人突破いたしました。ありがとうございます。そして、おすすめ動画ありますんで、まだ見てない動画ある方、ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。